が漂い始めました。ムニシパルデブタルケへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。この試合の結果次第では降格圏を脱し残留を果たせるかもしれません。大一番を前に会場は興奮のルツボと化しています。福西さん、すごい試合になりそうですね。チームはここまで順調とは言えないシーズンを送っていますが、この試合に勝利すれば少なくとも降格だけは回避できます。ここで来シーズンへの不安を払拭しておけばチームの立て直しにもプラスに働くでしょう。正念場を乗り切ることができるのか注目の一戦になりました。少し飛び出しが早すぎました。相手にボールを渡してしまいました。いいところへ出した。インターセプトでチームを救いました。サイドに展開します。いい位置です。このパスは鮮やか。競り合いに強いですね。ボールをキープしています。ここはボールをダッシュしました。自陣内でプレッシャーにさらされています。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。リードを奪いたい。このシュートを弾いた。ボールを近くの味方へ。外に押し出されたようですね。スローインです。このパスは読んでいました。プレーは止めません。主審が流していますね。スアレス、クロース、周りをよく見ています。これは狙えます。チャンスでしたがゴールキックになります。ドリブルで進んでいます。ナイスディフェンスです。ボールはサイドの選手へ。キーパーに奪われました。スアレス、キング、相手が触ったのでスローインですね。パスをカットされました。スアレス、ファール覚悟で止めざるを得ませんでした。このファールにはイエローカードが出ました。ゴールまで距離がありますし選択肢としてパスもあります。距離があるところからフリーキックで直接ゴールを狙いました。わずかにそれました。いいところを狙っていたんですが惜しかったですね。レフェリーは流しています。ここはサイドへパスを出します。ここはクロスのチャンス。タッチラインの外へ押し出されました。スローインです。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。見事なロブパス、通っていればチャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングが合いませんでした。
サポートの選手がいます。いいボールを送りたい。タッチラインの外へ押し出されました。スローインになります。キング、サイドからの攻撃を狙います。やりました。クリアすべきでしょう。自陣内で相手のマークに合っています。パスが通りません。これは見事なパスカットです。ボールを持って上がります。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。いいところに出します。ここはサイドに持ち出すでしょうか。これはナイスインターセプト。パスをカット。いい読みでした。さあどうする。ディフェンスの対応が光ります。キング、味方を使います。相手にボールを渡してしまいました。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。さて後半が始まります。福西さん、前半もご覧になっていかがでしたか。ここまで淡々とゲームが進みましたが、やや決定力に欠けています。後半開始です。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。サイドへ展開します。危ない場面でしたが、ディフェンダーがカットしました。ディフェンスがうまく対応。クロース、キング、スアレス、絶妙なパス。前に出しました。選手が倒されたプレーはファールを取られませんでしたね。観客席にもどよめきが広がっています。副審の旗が上がりました。オフサイド。サイドへ展開します。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。ボールは相手に渡ります。
危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを奪った。いいタックルでした。ボールはサイドの選手へ。相手に渡したかのようなパス。これはいけません。ルーズボールになった。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。パスをサイドに送ります。視野が広い。ピンチをタックルでしのいだ。あまり試合が動きませんね。ポゼッションも同じぐらいですか。ここまではお互いに様子見といった感じですね。ボールは相手に渡りました。プレスを受ける。プレスが効いている。何かしてきそうですが、ボールは中の選手へ。サイドから攻撃でしょうか。ディフェンダーがうまく読んでいました。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。これはファールでしょう。フリーキックです。プレーが止まります。主審がイエローカードに手を伸ばしました。少し危険なプレーに見えましたから、妥当な判断かもしれません。いいクロスが中に入った。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。さあどうする。オフサイド。チャンスにはなりません。タッチラインを割りスローインです。このスローインはまっすぐ相手に。どうしたんでしょうか。素晴らしい視野です。キーパーがボールを弾いた。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。相手陣内でインターセプト。果敢に仕掛けてボールを奪いました。タッチラインを割りました。スローインです。プレッシャーをかけられます。相手が触ったのでスローインですね。タックルが決まりました。ボールはタッチラインを割ってスローインです。あっとこぼれた。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。ここはサイドへパスを出します。ディフェンダーのインターセプト。高い位置でカットします。何をしてくるのか。ディフェンスの見事なブロックです。相手のマークに合っています。試合は終盤を迎えています。このまま試合終了となればチームは降格圏にとどまったまま次節を戦うことになるでしょう。ここで決めてしまえば楽になれるので、なんとか勝ち越し点を上げたいですよね。もちろんリスクもあるとはいえ、残り時間でまだ何か仕掛けてくるような気がします。ディフェンスが体に当てています。大事なコーナーです。エリア内へ向かうか。ボールをクリアします。タッチを割ってスローインからゲームが続きます。中に入れてくるか。このボールはクリア。カウンターのチャンスが巡ってきた。
最後の攻撃となるでしょうか。ゴールを奪えれば決定的。カウンターアタックを仕掛けます。時間はほとんど残っていません。中へ切り込む。狙える位置です。入った。これはチームにとって待望のゴールでしょう。はい、このままいけば降格を免れます。しかし試合は終わっていないので安心するにはまだ早いですね。ここから試合が慌ただしくなってまいります。このパスはカットされました。試合終了です。この勝利によりチームの残留は確定しました。勝ち点3以上にチームにとっては意味のある一戦となりましたね。サポーターもほっとしているんじゃないでしょうか。一時はどうなることかと思いましたが、これで選手たちも残り試合に集中できますね。